はい、それでやってまいりました。えー、今週の排出結果。というわけで第3回。まあ、あのー、ご存知の方もい,いらっしゃると思いますが、今回のサービスショット。えー、カムスの動きをさい最後、動画の最後に、えー、繋げております。で、今回はですね、9月2日、3日、4日、3日間ちょこっとずつプレイしてきました。まあね、普通の方にとってはちょこっとじゃないと思うんですけど、17,700GP 分。 プレイしてきました。で、今回出ましたのが、ホロケートが4枚、改造カードが5枚引けたということになりました。ということでですね、えー、どんどん紹介していきたいと思います。でまず、ホロケがですね、4枚、えー、千代田さん、こちらですね、こちらが一3追撃戦の中ちゃんダンスから来ました。まあ、あれなんですよ、結局、追撃戦しか自分、最近、あのー、お金の節約で引いてないので、 いやー、絵が来てホロっていうのがなかなかないんですよね。はい、続きまして、まやさん。こちらも一野さんで、えー、あれです。あたこさん通り過ぎた後に、えー、あれです。扉の前でちょっと立ち止まって、ホロ確定で出ました。こちらですね。まやさん、あの、任務で使う、特別任務で使うので、使えるので、今ちょっと少しレベリングしてるところです。はい。で、続きまして、3枚目。こちら、山城さんのホロ。これはですね、建造。 に弾けましたので今後ちょっと建造レシピ動画に出てくるかもしれません山城さんね妹の方ってやつですよねあまり使ってないのでちょっとこれから使いたいと思いますねで最後4枚目がなんと中波が来たんですよ多分ね従順の中波って初めてだったと思うんですちょっと残念な話ですけどなかなかねえー、っとですねえー、飛龍さん大井さんさずなみさんで来たこれってなったんで これも多分ね、2回1の追撃戦だったと思うんですけど、2ステージ2の回、ステージ1の、すごい,いや、これ、い来たらすげえぞ、ちくまさん、おおお、いや、ちくまさん出してないし、あー、で、チューハイになったんです。はい。というところです。はい。4枚で、まあ、チューハイ引けたので、うん、万々歳ですね。はい。で、次、次、えー、続きまして、改造カード。改カードなんですが、5枚も引くことができました。も、あれなんですよね、最終日、日曜日が全然出なくって、 最後ちょっとカムスの方たちをちょっといじってね、ちょっとコメントを見てちょっと楽しんで終わったという結果になりましたので、金と銅ではい。えー、まず1枚目がこれ、ムツキさんです。この前引いたばっかりで、ね、<お>すぐ来るんですよね。こちらも建造で、続きま、まあ、レベル32です、こちら。あんまりね、この前に紹介と変わってないんですよ、だから。続いてがね、稲妻さん。これは、まあでも最近引きましたよね。 これも建造です。レベル16。あんまりね、やっぱり育ててなくても急にポッてる場合があるんですよね。続きまして3枚目がこれやっと出たんです。ずーっと使い続けても、まあ従順なんで火力を、まあ偵察と副砲はちょっと他の方に、あ、副砲じゃないや。偵察は他の方に任、まま、して2点3を 3, 3積みにして頑張ってたんですけど、レベル40。 えー、2の2の追撃戦関スで飛龍、大井、さざ波、赤月、響き、稲妻、あたごで出ることができました最近やっぱりトネさん、大井さんって来るとねなかなか当たらないパターンが多いんですよその当たりフラグだと飛龍さん、大井さんが最近はなかなか当たりますでまあさざ波さんにちょっと外れた感じですねでもう一つの傾向としましては赤月さん、響きさんって来ると結構な確率が来てますよ最近はいで続きまして これはね、天竜さんも、あれですよ。初期にや、もう自分やってた頃、3枚目急にレベル低くて来たのが天竜さんで、こちら今育て中でレベル12です。まだ低いですよでも、オラオラが来たんですよ。最後、これがもう本当に、来てます、これは。来たこれです、本当これこそ。加賀さんのかい、加賀さーんというわけで、えー、と、こちらはですね、 1> えー、2 1の通撃戦、関 S、えー、飛龍、大井、さみだれ、サミダレちゃんが反応して、暁、響、稲妻、金剛というところで出ましたね。結構ね、飛龍さん見て、あ飛龍さん、ン通さん見て、あっって最近なるんですけど、ただ飛龍さん、大井さん、続くとなかなかやっぱり当たりが出るみたいですね。レベル79でした。 というわけで、今回9枚もフォローと改造カードが引きましたので、豊作といったところでした。はい。どんどんまた集めていきたいと思います。改造カードの、今、まあ、ちょっと、今紹介してるんですけど、まあ質問等あったらこっち、えー、ちっコメント欄に行ってお願いします。で、どんどん行きましょう。ちょっと長くなっちゃうので、コメント返しに行きたいと思います。えー、っとですね、サイウンレップーさんでよろしいんでしょうかね。プレイ動画、 1>, 1位に対してのコメントを頂い,いたんですけど4の2の攻略動画攻略を教えてくださいってことだったのでただこれに関しては4の2は結局潜水艦に当たるじゃないですか相手の魚雷避けてて時間いっぱいにして無視してボスに当たればいいだけの話なんですよだからそこをちょっとどうしたらいいのかなと思ってるんですけどまあちょ潜水艦もガチで当たった方がいいのかなってところでもう一回コメントいただきたいと思いますはい あと4件。ロン・ガネットさん。えー、っと、プレゼント発表の動画にコメントいただきましたね。外れても応援してます。本当に、ね、ありがとうございますね。初めて貝を引いた時の定得レベルはどれくらいでしたか初めての海賊カードは何でしたかということで、まあ、えー、っと、前回というか結構前に動画上げてるんですけど、自分の一番最初に引いたカードは玉です。 タマちゃんですただ、たまちゃんのレベルは覚えてないんですけど、定督レベルは本当に10、10から20の間だと思います。はい。そんな感じです。結構だからね、運良かったね、その時。うん。はい。続きまして、カンコレ AC 中、パラピーさん。えー、今週の排出結果の2の方にコメントいただきまして、同じ日に赤木と赤木貝が2枚出た連続でということで、こう強運ですね。もう。 第一航空戦隊の機関をそんなに当てられるとはもう羨ましい。自分の場合、いや、いいんですよ。自分の場合、うん、いいんですけど、加賀さんばっかり赤木さん来ないっていう、ね、状態。ようわからんです。<laughs> <laughs> あと2件。えー、ジャッカス赤月さん。えー、450710、450710のコメントに対、えー、動画に対して。えー、つたさん、回おめでとうございます。ありがとうございます。えー、この前の、 戦艦レシピあげてくださったレシピに長戸貝が出ました。ありがとう,とうこと。あ、長戸が出ました。ありがとう。ということで、長戸さんね。4481ですかね。あれ結構実物的なので、皆さん、どんどん使ってください。はい、最後。ヘルツさんともふもふさん、TP もふもふさんですね。こちらも450710のレシピの動画に対してのコメント。レアクチ感出るレシピないですかおすすめのレシピないですかということで、まあ、レシピに関しては、 やっぱりさっきの400、400、800、100がおすすめです、自分に関しては。リアクチカに関しては、やっぱりちょっとまだね、ね、今後ちょっといろいろ練っていきたいと思います。なかなかね、やっぱり5、6発、7発しか自分を回して動画にしないので、ちょっと長々と、あの、 検証していきたいと思うので、まあ、今後期待してくださいというわけで、えー、今回もご視聴ありがとうございましたちょっと最後ね手短いになりましたけどやっぱり動画の尺的にこれぐらいにしたいと思いますはい今後もちょっと工夫したりいろいろな動画を上げていきたいと思いますので、えー、ぜひ、えー、コメントいいね高評価ボタンチャンネル登録よろしくお願いしますありがとうございます加賀さんかフォロ中波フォロ欲しい